こんにちは、ケンです。アミです。今日は私たちの自転車部屋を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。入り口入ってすぐカウンターテーブルがあるんですけど、これとこの椅子、うん、2つと3点セットでホームセンターで7000円ぐらいのものを組み立てて設置しました。ここでは、うん、主にママミとライド後に、まあ、お茶飲んだりコーヒー飲んだり、うん、まあ、カフェスペース的なものなんですけど、はい、うん、このジェットボイルでお湯沸かして、まあ、好きなものを飲むっていう空間です、うん、キャンプ好きやもんね。はい、キャンプ好きなんでこういうライトとか、まあ、今から紹介するこういった椅子とかも全部アウトドア製品で揃えてます、うん、はい。で、まあ、これから自転車の友達ができたらここに呼んで一緒にお茶とかできたかなと。で、まあ、これは100均で売ってたティッシュカバーにティッシュを入れて、まあ、結束バンドでこうやって留めてる。あとこっちもホームセンターで6〜70円ぐらいのもののフックをここにかけて、まあ、ここに荷物かけてもらうと、カバンとか、うん、ヘルメットとか、うん、ああヘルメットかけるとこあると便利、うん、っていうので、うん、まあ、最初にこのテーブルをホームセンターで見つけた時にここにいろいろかけれるなと思って、うん、ね、これをセットしました、うん、3日ぐらい通って買ったやつもな。そう、3日間悩んで買ったはい、ホイールは、天井に吊り下げておりまして、でこれもホームセンターで売っている手すりを買ってきてボルト止めしてます。でこれはなんか何でもいいと思うんですけど、くねくね曲がるやつなんですけど、まあホイールに傷つけたくなかったんでこういった、針金みたいなものを使用して吊り下げております。はい、こういうデッドスペースを活用してます。はい、ホイールから来て、でこれはですね、ここにこうやってあるやつを下ろすと2人まで乗れるハンモックが出現します。これしたかったんで、うん、これで私2時間ぐらい爆睡した。そう、ここでマミが2時間ぐらい爆睡した。吊り下げ、取り付けたその数分後に寝るっていうよく寝れます。よく寝れます。カウンターテーブルと似たような素材の黒いアルミパイプと、まあこれダミーですけど、これもホームセンターで5000円しなかったと思うんですけど、ここにはサイクルウェアを並べてます。でこっちとかにはまあレインウェアとか、あと靴下とかで、下はこういう靴の、まあ、ケンとマミで保管してます、うん。まあ、ここら辺は工具類、工具類とか、うんうんうん、でこれトレーニングの3本ローラーをここにいつも収納してます。で下はスタンドで、この間の福袋ですね。で続いてこれバイクラック、これは、自分で作りました。でこれについてはインスタグラムでもまあ、作り方とか、載せてますし、一般的に私もこれネットから見つけてきて、これいいなと思って自分で簡単に作れました。でこれは100均のボードなんですけど、ちょっといいなと思ってここにラックに貼り付けてます。これ DIY した時思ったのが、これ素材が木ですから、まあ金具をつけて、まあ下がすり減らないようにしてます。あとですね、まあ、このバイクラックなんですけど、今はまあ3台まで全然余裕で、吊り下げれるんですけど、自転車友達が来た時はこの長いタイプに、まあ、要はこのボルト外して、このボルト外して、これをすれば、これでまあ要は5台分ぐらいは、今は、まあ、ケンとマミのバイク合わせて3台しかないので、
この3台仕様にしてます。でこれ塗装とかもししなければ3000円ぐらいで材料揃えますし、まあ、ここのカットとか長さとかはホームセンターにお願いすれば1カットはどうだろう100いくらとかでしてもらえると思うんで、はい、このバイクラックはおすすめです。うん、ここはキャンプ用品が乱雑についてあって、うん、押し込まれてる、まあ これ、うん、これ持っていけばもうどこでもキャンプができるような。なるほど、うん、ガラガラに入ってる、うん、でこれ、うん、これはあの105のコンポーネント開封の時にちょっとご紹介した私の初めて買ったロードバイクのトレックドマーネ S4 でオールティアグラッシュコンポーネントはティアグラのやつですね。でこれは早くちょっと、まあ、分解して今そこにあるんですけど、これね、この間の動画で紹介して 105R7000 を早く組み付けたいなと思ってます。ちょっとそこ時間が取れたらすぐやりたいなと思います。で続いてこちらじゃん、はい、これはまあ普通に今2階に続く階段なんですけど、そこには、まあ、2階に上がることがもうないので、まあ、本とかあとはこれね骨伝導イヤホン、うん、コデオちゃん、コデオちゃんでこちらアイト類、はい、でこっちはサングラスとかあと補給食を整理してます、うん、でこれはこれも、ここは DIY ですね。ここも DIY で作ったんですけど、まあ、これ単純にこのまあ、なんていうの柱に L 字金具で、まあ、ここ暗くて映らないのかな、うん、あれなんですけど L 字金具で作った棚になります。ちゃんとここ角を丸み出して削ってます。ここも同じですね、 L 字金具で 作った棚を設置してます、はい、でこれがまあここはまあライトがで、まあ、ちょっと暗いんで今日今夜撮影してるんでライトで照らすと、まあ、ここはサイコンとか、ライトとかを充電する場所主にですね。で、まあ、こういう風に自転車で使うような工具一式とあとは消耗品ですね、バーテープとか、チューブとか、ね、ブレーキシューとかチェーンとかストックをストックしてます。有効ボードを、このサイズに切ってここのまた、まあ、ちょっと雑なんだけどここに柱にボルトをねじ込んでるっていう感じです。はい、まあ、工具の紹介はしませんでこれはまあ、100均のちょっとアンティーク調な加工がいいなと思ってここに、まあ、そのロードバイクのメンテナンス用品、まあ、チェーンオイルとかあと洗浄剤とか、はい、パーツクリーナーとかがあります。でこっちも同じですね、グリスとかあとチューブレスホイール、はい、持ってるんでこれシーラントかな、シーラントとかメガネ拭きとかでこっちはこっちもなんかチューブとかあと使わってないブラケットとかを保管してます。100均すごい便利です、うん、ちなみにこれも100均です、うん、はい100均の製品も結構多いです。でここ下行ってもらって、暗いのでちょっと待ってください。ここはまあヘルメットを吊るしたり、まあ、サドルバッグ、フレームバッグとかあと輪行袋を吊るしてます、まあ、簡単なんですけどこういう網網、よくホームセンターとか100均でも売ってるやつに、まあまあここにまた、それを引っ掛けるためのものを100均で、これ100均です全部。100均で打ち込んで、まあボルト打ち込んで、それにかけて、引っ掛けてるだけです。これ非常に便利で、こうやってもう、バイクのここの全部ほぼ同じ形状なんですけど、こうやって引っ掛けてるだけです。こうすることで、まあまあここで見せる収納といいますか、うん、まあこういう風にしてます、うんうん、はい、どうですかこの基地は。いやすごく居心地がいいと思います。そう、うん、けど
冬は寒い、ね、冬は寒い。だからここは今、ストーブ設置してます。実はストーブを設置してます。夏はすごい涼しかった。うん、夏はすごいここ風通し良くて、しかも下がコンクリートっていうのもあるんかもしれないですけど、とても涼しいです。下がコンクリートだから、ガンガン土足で入って汚しても大丈夫。ここでロードバイクの洗車もできます。